オープニングをいきます。はい、上を向いてやる。
きなこ堂さん、ご夫婦です。今日は、神戸からお出いただきました。ちょっと、今日は、どんな曲をしていただけるのか、いつも大体あのね、あちゃらの、洋楽を歌日本語は珍しいという感じで、音楽的にしっかりした、ユニットということになっております。次はですね、ニューミンさん2番手、もらいます。ニューミンさん、はい。この、ユニットはですね、クラブに入られて、生まれたユニットということで、まあ、フォークソングというイメージの曲を今日はあのやっていただけるんで、懐かしのフォークソングをやっていただけるんではないかというふうに思っております。それからですね、3番目、今日こう書いてるんで奥さんも来たのちょっと悪いんですけども、僕は、一応あの10歳下の友達ということで、ちょい悪い親父っていつもあの、いじってるんだよね。新垣さんいてる？なんで？いてないの？何でしょうか？いやいや、あの方はですね、60歳からギターを始めて、某あの有名、音楽教室で知り合ったんですけども、新垣さん、そんなところで何もギターしても弾き語りできへんでって言ってたんですよ。で、3年前に、僕らここであの GS を3年前にさせてもらって、ここへ来られて、で、マスターの生徒あれから3年も教えてもらったから、今日もバッチリだと思うんですけども、まあ、奥様も来られてるし、頑張っていただきたいと、いうふうに、思っております。最後あのもうこれごちゃ混ぜの、GS オールスターズということで3年ぶり、今日、させていただきます。普段はまあフォークソングということで、ねっとりしたフォークソングをしてるんですけども、やっぱり、一回盛り上がりたいなと、3年ぶりに盛り上がりたいというふうに思っておりまして、最後に、頑張りたいというふうに思っております。それが終わりましたらですね、この、裏っ側に、皆さんで最後、坂本九さんの、見上げてご覧、夜の星を、皆さんで合唱して、今日は終了、だいたい9時過ぎという予定になっておりますので、よろしくは最後まで、お楽しみいただきたいと、いうふうに思っております。それから、今日は、ミキサー、マスター、荒木さんが、いうことに、なっております。ちょっとあの荒木さん、非常に控えめな方で、ちょっとだけあの今日はですね、もうすでにあのご注文いただいていると思うんですけれども、お酒、カクテル、飲まれない方は、ノンアルコールの、あと、ピラフのカレー、いっぱいありますので、ご注文いただいてですね、売り上げ上がればまた来てねって我々また呼んでいただけるんじゃないかと勝手に思っております。それでは、ひとときですけども、楽しんでいただきたいと思います。それでは1番バッター、きなこ堂さん、よろしくお願いいたします。こんばんは、神戸から来ました、きなこ堂というのをふざけた名前でやってますけど、先ほども紹介があったようにね、ひょうたんよりの弾き語りクラブでお世話になっています。これもう3年か4年になるんですけど、いろいろそこで切磋琢磨していただきまして、曲目も増えてきましたので、今日はその力、自信のないのでこれの相手も自信ないですよということで、神戸から来ました。ここら辺に空いてます。ちょっとだけ
頑張ってます。
次の大工事の歌でございます。お古い歌で言ったら失礼ね、よくご存知の懐かしい曲だ、バイアコンディオスというスタンダードでございますけども、これもね、そう、まあ、YouTube で日本の昔の50年代ぐらいのジャズシンガーの女性の方が歌ってらっしゃるのを見つけまして、その歌詞で、ちょっと撮ってみようかと、半分日本語半分英語みたいな、当時そういうのはよく流行ったらしいんですけど、私は知りませんけどね。バイヤーコンディオス、神様の御心のままに、お別れの時のね、thank you.
は日本の曲なんですけども、これも、ご存知の方はだいぶちょっと古いかなという感じがあります。胸の振り子という服部良一さんね、服部良一さんも好きでね、この胸の振り子とか、あとあの東京の空の下、そう渋谷曲とかね、いろいろ曲いっぱい作られましたけど、それの一つです。胸の振り子。これはね、なんでやろうこれ、どういうのとか言いますと、あの藤子不二雄さんというお二人の漫画家さんいらっしゃいますね。F さんと A さん。その二人の、 A さんの書かれた、ね、漫画道という、あのですね、その自分たち の、 その漫画家としてこう成功していく話を漫画 で長編 の、 あの連載漫画があるんですけど、それ僕も大ファンです。全部それで言うんです。 それをまあ題材にしたかどうかというのは、映画が「トキワ荘の青春」という映画が ありまして、その中でちょっとこうそれと後ろでこの胸の振り子が流れるんですね。それはすごくいいなと思いました。で、まあ、とてもいいと思います。Thank you.
MC というのは大変ね、重要になる MC でこうなんか決めとか言ってもらえるえ？え？お thank you.
一人の時に
ね、ちょっと自分のなりに解釈して歌っています。で、今から言うのはいつの間にか症状が出たあのね、失礼面だってね、だんだんとね、最近あの地金が出てね、最初の頃は以来お話してあったんですけど、最近意味したな読みようと聞きました
次はですね、橋田のクライムの、テレビ主題歌にもなりました、とつぶき、ふみさん50年ぶりの歌です。そんな前だね。それは企業秘密。No.
度見てあなたの笑顔見てしまいました。私にではなく誰か知らない人に注ぐ微笑みを。パンフレット持つ手が震える私の目の前で手拍子なんかいたら、いいな。お前、
皆さんよくね、ご存知だと思います。井上陽水、夢の中。Thank you.
度もう一曲、これまた井上陽水、氷の世界というあのこのアルバムはかなりヒットした氷の世界です。これをまた歌ってアレンジしてえ視力がだいぶ落ちたこの数ヶ月じゃあ今の間この数年の間ええぞほらほらほら身内の声援が飛んでますはいえっええぞありがとうございます。
で。
っぱいしてますもん。声はいい。顔もええよ。そう。ありがとう。これはテレシーワルツでも皆さんご存知のように、昭和21年に生まれた曲なんです。それで、25年に、パティ・ペイジが大ヒットしたということなんです。で、27年に日本にエリチームという方がこの曲を歌って、14歳です。その時大ヒットした。わからないでしょ、私も知らない。それで、あ、もう72年も歌い続けられてるんだ、そんなものすごくいい曲です。そしてこちらに、ね、今日は本当に私のためにマスターがリードギター、私のだけどこちらの方がで見ていただいた方がいいと思います。喋りは得意なんですよね。でマスターから本当に3年前にちょっと習うようになりまして、なかなか私も60から始めましたんで、もうあまり見た時には多分残念だったんじゃないかなと。それを一生懸命私を教えていただいたんですけど、まあこれぐらいの程度です。これはマスターのせいと思います。で、よう私みたいな人を教えられないということですね。で、うまく聞こえた場合は私の実力です。感想のマスターのこのギターの音色、めちゃくちゃかっこいいですけど、適当に言ってても実際のブルースやってあるんですよ。まだ見に来たところなかなかかっこいいですよ。普段はどんなあれですけど、ものすごくかっこいいです。声もものすごくいいですね、マスだいぶメガネ紹介してくださいよ。実は私メガネなんです。もう引退しました。これですか。あ、そうです。みんないちいち言ってくれるんです。ありがたいです。何がおかしい。私の昔の仲間で今日は強制的に飲んでる。それも酒を飲める。ここはお酒を飲んでもらわないと。1杯や2杯で偉そうにしとったらあかんの。もっと飲まんと。何のために飲んだか分からない。上手に教えてほしい。1、2、3、4。
CM ソングでヒットしたんです。ドリンク剤のシングルモントという CM で、それでなんか
で大ヒットして、まあ、これが、まあ、あのこの人の、まあ、かなり一番の曲じゃないかなと思います。であの今から、この次は恋しくてっていうんですけど、ビギンっていうのがご存知のようにビギンが昭和のこれあの平成元年30年ですね。ちょっともう今年も今年というのも、平成の今年で終わりなんですけども、来年はどういうあのになるかねちょっとわからないんですけども、まあ、あの昭和の平成の最後のこれが30年も歌い続けられているというそういう、ビギンの歌を歌いたいと思います。言いますか。
曲は私には無理なんですよ。声が高すぎて。でも、なんとか歌いました。もうまた高いの。やばいでしょ。誰かやって。ここからが本領です。いや、彼はもうぐちゃぐちゃになりますね。僕本当にね、初めてドアーズに来られた方といいます。あれでしょうけど。本当に いろんなバンドさんが入って一杯のあのノージャイも結構ありますんで、その時は来てゆっくり飲みながらバンドさんのなかなかいいバンドさんがいらっしゃいます。私なんか本当に全くダメなんですけども、ここでだからやるあのスケジュールがありますが、そこを聞いていただいて見ていただいて、でマスターに聞いていただいたらいいと思います。今日の演者さんはバンドさんどんなんですか。入ってはる。あ、今日はちょっとなっていう人もいます。で、多分今日も多分私の場合は3組はちょっとなっていうふうに言われてるんじゃないかなと思います。でも本当にいろんな方が来て、いろんなジャンル、ビートルズの曲もやる人もいらっしゃいますし、ものすごくそういった意味では一杯飲みながら、ね、安いですからワンコインで飲んで、あれですから、まあ店に来てあげるとマスターも喜ぶと思います。そうすると私がもっと偉そうになれると、それではもう夏、今年の夏はいろいろありました。大阪も台風が来たり、いろんなことで地震もあったり大変だったんですけども、夏の、まあ、終わりにふさわしい歌を私が2曲ほど歌わせていただきますけど、ちょっとね、指がね、まあ、あとはもし聞かれない場合、歌だけでいきますね。上手上手。
私の呼んだ人たちが一曲くらい歌わせるということになって心の旅をみんなで出しよう。分かったね。その前にちょっと心理テストをしたいんです。ここに下の方に書いてます。ご存知の方は言わないでください。あなたは今から次の動物たちと旅をします。ライオン、羊、猿、馬、牛ですね。一匹ずつ手放していかないといけないです。そしたらどんな順番で話していくかということですね。まあ番号書いてください。シンキングタイム。聞けました。聞けたら、これはどういう心理テストか言いますと、今現在あなたが思ってることなんですね。それはライオンというのは親なんです。次の羊というのは恋人なんです。で、猿が子供なんです。で、馬が仕事なんです。で、牛が食なんです。食です。食べる。だからまあこれは例えばライオンを一番に捕獲した人は親を大切とかいうよりもまあ、もう亡くなっていないという場合と、それと例えばまだいらっしゃるっていう方がまだここを一番に捕獲したらもっと親孝行しなくてくださいっていうことですね。で、猿、子供、私は猿が一番だったんですよ。で、子供なんです。もう子供ははっきり言いましてもう独立していただいてますので、くれてますので、ですからまあそれはそれで目が変わってるというふうに。だから馬を選択してる方は最後まで残してる方はやっぱ仕事がやっぱり、いやって言ってもまあそういうことになってしまう。まあちょっとした心理テスト、旅に関してちょっとさせていただきました。それでは曲の方に行かせていただきます。皆さん一緒に歌ってくださいね。これ知ってるでしょ。大地さんが歌って心の旅。私は歌わないです。僕は汽車の中
準備 OK ですか？ OK、 はい、そうしたら始めたいと思います。 GBS オールスターズです。よろしくお願いします。まずはタイガースのこの曲からいきます。Thank you.
Yeah.
一番も二番も一緒やからね、とてしまいますね。ということで、タイガースが終わりまして、ワイルドワンズ思い出にさます。あとこの後やるんですけども、ザ・スパイダーズ
ダース・バイダースって言ったら、すごい有名な人がいっぱいいてて、まず、酒井正明さんでしょ、で井上潤さん、あと、どこに、そう、釜石さんがね、亡くなったんですよ、ねえ、もう一人、ギタリストで有名な方が、そうなんですよ、井上隆之バンドの方も、今年亡くなったということで、もう、スターがいっぱいかな、あと、プロダクションの田辺さんですよね、もうそれからタイガースってものすごいメンバー。高橋克実さんもとかね、あの、太陽の声とかね、あすごいあの、バンドやなんとか、で、まあ、あので、タイガーさんは、まあ、ジュリーと、あと、あの兄弟、岸辺兄弟ですね、いてはって、まあまあ、まあ、そういうバンド、まあ、ジュリー、こんなの。だけど、あれですよ、ライブはいっぱいということで、ぜひ、みんなで応援して見に行きましょうということで、今日ね、ひきだしクラブの、80歳を超えて、美空ひばり、弾き語りクラブの美空ひばりさんに歌ってほしかったんですが、ちょっと、残念ながら来れなくて、ピンチヒッターで、コーラスのお二人に、歌っていただきます。ミストラヒバリと、ジャッキー吉川、アンドブルーコメスということで、真っ赤な太陽ということで、頑張りましょうか。はい、じゃあ、はい、連番紹介忘れてた。喋りすぎて、他の話をしすぎて連番紹介忘れてた。よかったグループで、一人やったら飛ばして、一人やったグループ紹介、メンバー紹介いらなかった。ということで、すみません。そしたら、ボーカル、弟です。山下悟。こう見えてもあれなんですよ。演歌みたいなフォークソングが好きでね。誰言うてみ？言うてみ？演歌みたいな。演歌みたいなフォークソング。でもあちゃうれや。そうなんですよ。まあ、それもあちゃう好きなんですよね。まあ、好き嫌いはあるんですけど、まあ、ね、そういうことで。そしたら、次はですね、美女美女二人、ということで、コーラスの綺麗どころ。発表しに行くでちょっと何か発表しに行くと思うんですよ。それじゃ、村上千秋。最近頑張っていただきましたね。文字を発揮していただいて、これはもう急遽でしょうけども。それじゃ、もう一人、村上中さん。村上夫婦で、ね、親戚でも、全然ないんで、たまたまです、はい、それでは、リードギター、松永正夫。ちょっと時間あるので、ちょっとリストやってみますか。やってよ。いやいや、何でもできるのよ。いやいや、レンちゃん、何でもできるのよ。一番バッターが一番安定したから
いや、そうじゃないか、2番目かな。それはあの、喧嘩のないように。そしたら、ドラムスですね、宇佐美徹、宇佐美さんは、マスターのお友達です。そして、多分これは宇佐美さんのやめないっていうんじゃないですか、ね、めっちゃホームなんですよ、これホーム。このスピーカーも宇佐美さん。違うんですか。いや、あの楽器屋さん、楽器屋さんされてるので、はい、ホームとして、されてるので、すごい、あの、俺に任せるみたいな雰囲気でありがたかったんですけど、楽器屋さんから、私、ベースはね、3年に1回しか今日もあのめちゃくちゃ途中で分からへんまして、男も迷ってましたけど、情けない、一応山下兄、山下直和と言います。まだよろしくお願いします。弾き語り普段、月1回やってますので、よろしくお願いします。はい、ということで、まあ、そしたら、元に戻って、お疲れ対応ということで、Thank you.
最後曲がやかましすぎたのでもあって、見上げてごらん、
夜の星をというのを、あります？一緒に見ていただいて、案内ご案内の裏からに、歌詞を言ってます。それではこれは ゆっくり行きましょう。ゆっくり最後なんでゆっくり行きましょう。ありがとう。正直私が出ないから
Thank you.